1519年のテスコココ一体、コルワカン、または、クルワカンは、メキシコ盆地のかつて、テスコココと南のショチミルココを分けていた、イスタパラパ半島の西端に位置していた、都市国家。メシカおよび、テスココの伝承によれば、コルワカンは、トルテカによって建設され、その最初の首都であったとされる。しかしながら、チマルパイン文章および考古学的調査によれば、 トルテカ時代よりも早くからメキシコ盆地に存在していた。テオティワカンの衰退に伴う人口の移動の結果として古典気候期に設立された。コルワカンの住民は首都の高い文化を持ち、それがこの都市の名声が高い理由の一つであった。メシカテのチテトランのトラトアニの正当性はコルワカンと血縁を持つことに由来していた。ボトリニエ文書に見えるコルワカンのアステカ文字。 メソアメリカの人々の歴史においてコルワカンは様々な都市の起源に関連する。メシカの文献によればテオコルワカンはウィツエルポチトリの地であった。コルワカンというナワトル語地名にはいくつかの解釈がなされている。ローレットセジュルネによれば曲がった山の場所の意味でありセロデライストレージャと関連した名称でこの丘のふもとに集落が作られたとする。 セシリオロベロは、地名を、ナワ族のコルワ族と結びつけ、本来の名前は、メシカイを取る年代記によっても言及されている、テオコルワカンだったとする。カルラスモンテマヨルラはこの地名が、コールツンファキャンから構成され、コルツンを拝む、人々の場所を意味するとする。コルワカンは、セロデラエストレージャの西斜面、ショチミルココの湖畔に位置していた。 この場所はメキシコ盆地の南北交易路として必ず通らなければならない戦略的な場所にあった。かつてのコルワ館は現在のメキシコシティのイスタパラパクのクルワ館地区に相当し、すでに1300年にわたって人間が居住している。メキシコの歴史学者ヒメネスモレノによるとトルテカは9世紀後半にメキシコ盆地にやってきてミシコアトルに引き入られて、 コルワカンに定住した。ミシコアトルは、ドピルチンケツアルコアトルの父であった。メキシコ盆地にやってきたメシカは、コルワカンの許可を得て、ティサーパンというところに住んだ。この時にコルワカンの高い文化の影響を受けて、クルワイコールメシカを自称するようになったが、コルワカンの王の娘を生贄にしてその川を這いだ。ために追い出され、テスココッコの中の島に、テノチティトランの町を建設した。 しかし、コルワ氏族とメシカとは血縁によって結びつきがあり、コルワ間からアカマピチトリを迎えて、テノチティトランの最初のトラトアニとしたと伝えられる。1428年にアスカポツァルコを破ったイツコアトルは、コルワ間を含む周辺の都市を次々に征服して、コルワの主を名乗ったが、これは自らをトルテカの伝統と結びつけるのが目的だった。ありがとうございます。